双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに、常磐自動車道寺沢古道橋解体に伴う町道通行止めについてお知らせします。双葉町内の寺沢地区および松倉地内において、常磐自動車道仮称双葉インターチェンジ建設に伴う寺松古仙橋の解体工事を平成31年4月11日から令和2年3月末日まで実施します。通行止め区間や迂回路については双葉町公式ホームページをご覧ください。この件につきましてのお問い合わせ先は、東日本高速道路株式会社いわき事務所、電話番号 0246-34-0072 番までお願いいたします。おしまいに、平成31年度の一時立ち入りについてのお知らせです。町内へ一時立ち入りをする際にはお申し込みが必要です。実施スケジュールをご確認の上、コールセンターへ電話で申し込みをしてください。コールセンターの電話番号は 0120-220-788 で、受付時間は平日は午前8時から午後8時まで、土日祝日は午前8時から午後5時までです。スクリーニング場受付休止日に立ち入りを希望される場合は、双葉町住民生活課で受付が可能です。なお、双葉町住民生活課で受付された帰還困難区域通行証は郵送となりますので、立ち入り希望日の1週間前までにお申し込みください。一時立ち入りの注意点や平成31年度上半期一時立ち入りに関するお知らせなどについて詳しくは、双葉町公式ホームページをご覧ください。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は双葉町伊沢志郎町長にお話を伺いました。東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所の事故から先月3月11日で丸8年の月日が流れました。そして4月を迎え、新年度が始まり、5月からは新しい元号がスタートします。今日のこの時間は双葉町伊沢志郎町長に、双葉町の復興の状況や今年度取り組む施策などについてお話を伺います。伊沢志郎町長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先月3月11日、東日本大震災から8年となりました。今のお気持ちをお聞かせください。はい、3月11日には東日本大震災双葉町追悼式を挙行し、ご遺族の皆様並びに関係者の皆様のご列席を賜り、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、改めて多くの尊い命が失われたことに深い哀悼の意を捧げてまいりました。また長きにわたる避難生活に区切りをつけ、町民の皆様が帰還できる環境の整備を急がなければならないことを肝に銘じ、復興の具現化を加速してまいります。はい、
では現在の双葉町の状況いかがでしょうか。はい、現在除染建物解体が特定復興再生拠点区域内で進められているところです。また復興再生計画を踏まえた特定復興再生拠点区域内の避難指示の解除の方針については町議会や町政懇談会等の折に説明し、町議会や町民の皆様にご理解をいただいたところであります。はい、特定復興再生拠点区域内の避難指示の解除について教えてください。はい、双葉町としては2020年の春に向け働く拠点と発信拠点を整備している避難指示解除準備区域と JR 双葉駅周辺の一部区域の先行的な避難指示の解除と特定復興再生拠点区域内の立ち入り規制の緩和を目指してまいります。はい、そして帰還を希望する町民や町内の働く拠点などでの就労者の生活の場となる住む拠点の整備を進め、2022年春ごろの特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除と合わせて居住開始を目指してまいります。はい、その他避難指示の一部解除に向けて環境の整備などに関してはどのように取り組まれているのでしょうか。はい、町内横断的な調整と迅速な具現化を図るための貴重人物室や町内の放射線量等の検証を行う仮称でありますが放射線量等検証委員会を設置し、さらには防犯対策の強化などのための防犯カメラの設置などのために設計費の計上など町民の双葉町への貴重に向けた安全安心に資する各種施策に取り組んでまいります。はい、ではその他の地区や課題に関してはどのようにお考えでしょうか。はい、避難指示の解除はゴールではなく復興に向けたスタートであり、町内環境はもとより避難の長期化によって健康、仕事、暮らしなどさまざまな面で多くの課題を残しております。特に双葉町は特定復興再生拠点の避難指示解除後も町域の約8割以上が帰還困難区域のままとなっているほか、福島県全体の復興のため中間貯蔵施設を受け入れるという苦渋の判断を行っており、町の復興再生をさらに進めるためには国の復興創生期間後も継続して国が前面に立って取り組む責任があると考えており、今後も強く国に要請してまいります。はい、ではここからは平成31年度に重点的に取り組む施策について改めて伺います。昨年度に引き続き双葉町復興まちづくり計画第2次の基本目標として、町の再興、生活再建、町民の絆、結びつきの3つを掲げ、各施策の検証を加えながら調整を推進してまいります。はい、では具体的に伺います。まず町の再興についてどのようなことを重要と考えて取り組んでいくのでしょうか。はい、今年度は特に官民連携共同によるふるさと双葉の創生を目指して4月より業務を開始するまちづくり会社と連携し、復興への取り組みをさらに推進してまいります。そして町の再興で重要なのは双葉町の基幹産業である農業の再開であります。今年度は営農再開ビジョンを策定するとともに農地の除染後の保全管理を行うための組織の立ち上げを支援してまいります。はい、中野地区復興産業拠点については現在の状況、造成や事業再開、企業誘致についてはいかがでしょうか。中野地区復興産業拠点については造成が完了したところから順次供用を開始しているところであります。また町内事業者の事業再開や新規立地に向けた立地支援と企業誘致を積極的に取り組み、立地協定を順次締結し、さらに現在約20社の企業との立地協定締結に向けて協議を進めています。また産業交流センターについては2020年度の解消を目指し、就業者、来訪者、一時立ち入りする町民の総合的なサポート拠点として整備を推進してまいります。では JR 双葉駅西地区の住む拠点について現在の状況はいかがでしょうか。 JR 双葉駅西地区の住む拠点については現在用地買収等を着手しております。
2022年春頃の特定復興再生拠点区域の避難指示解除に合わせて住民の居住開始を目指し整備に取り組んでまいります。平成31年度に重点的に取り組む施策について、町民の絆結びつけについてはどのようにお考えでしょうか。町民の絆結びつきについてでありますが、昨年度は広報双葉、双葉の輪に加え広報双葉の動画版、広報双葉ダイジェストを制作配信するとともに、町公式ホームページやコミュニティ放送 FM いわきのラジオ番組、またタブレット端末等を通して町からの情報発信の充実を図ってまいりました。今年度も引き続き各種情報発信ツールを使って交流機会の創出に向けたイベント情報や行政情報を発信し、コミュニティの充実を図ってまいります。はい、さまざまな課題が一つ一つ解決し、双葉町民の皆さんが笑顔いっぱいの平成31年度になるように、この番組を通して応援してまいりたいと思います。おしまいに双葉町民の皆様へメッセージをお願いいたします。はい、昨年12月、震災復興から考える僕らの未来と題して双葉町立小学校の5、6年生の児童発表を行いました。それは被災地訪問として広島市の原爆ドームや神戸市の阪神淡路大震災のアーカイブ施設を見学して学習したことについて子どもたちがまとめたものです。子どもたちは、町の復興のために大切なのは僕たちの心であり、広島の人たちも神戸の人たちもふるさとの復興を決して諦めなかったことが災害からの復興再生につながっていると発表しました。たとえ長い年月がかかっても必ず復興し発展につながる先進事例を子どもたちが体験したように、必ず双葉町を復興させふるさとを取り戻すという強い信念のもと各種施策に取り組んでまいります。町政運営にあたりましては、引き続き町民の皆様のご意見をお聞きし、議会と連携を図りながら双葉町復興まちづくり計画第2次を基本として各種復興事業の具現化に向けて職員一同全力で取り組んでまいりますので、ご理解とご支援を賜りますようお願いいたします。今日のこの時間は双葉町伊沢志郎町長にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。